はい、おつまる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 、はい、YZ、はい、さっきですね、はい、LGR ミート、はい、ちょっともう時間が時間なんで最後の車両となりました。そうですね、はい、こちらですね。ちょっとパッと見て皆さんお気づき、まだバレてへん、まだバレてない、大丈夫ですねちょっと今回オーナーさんの方ちょっとお呼びしたいと思いますので、すみません、お願いします。はい、お願いします。おつまるです。おつまる、おつまるです。おつまる店長さんです。はい、店長です。お願いしま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 す。はい、ということでちょっと外装の方から、はい、ぐるっと回り込みたいと思いますので、はい、はい、ちょっと説明していってもらいます。お願いします。竹中ファクトリー。はい、ということでちょっと、まず外装周りから、はい、行きたいと思います。はい、はい、ホイールは、はい、ホイールは円形の GTC02 ってやつで、はい、一応一番大きいサイズの 10.5J、 あ、 10.5J なんですね。はい、入れてます。これってフェンダー純正です。フェンダー純正です。フロントはほとんど何もここのモールを外したぐらいで。それで 10.5J が飲み込むんです、ね、一応飲み込めましたね。すごいっすね。ちなみにワイトレも 15mm 入れてるんで、ちょっとオフセット忘れました、30何歩だったと思うんですけど、はいはいはい、それに 15mm 入れてまだこんな感じです。すごいですね。意外と、意外と飲み込みました。全然いけてますよ、はい、すごいな。でちょうどいいぐらいです。275、35、19、19インチなんですね、はい、そうなんです。めちゃくちゃ大きいですね。そうなんです。中期のこの SZ だけ前がシックスポットになってるんで、はい、19じゃないと買わせないんですよね。なるほどなるほど。他の LS だと18なんで、はい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 、多分もう1インチ小さいのいけると思うんですけど、19でも結構パツパツですね。いや、そうなんです。だからちょうどかっこいいかなと思って、隙間も少なく。いや、これはかっこいいです。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいです。ありがとうございますしかもこの LS なんですけど、めちゃくちゃ見た目が悪い。最高にかっこいいね、これ。足回りなんですけど、はい、車庫長とかっていうのは入ってますか？あ、そうです。車庫長にさせていただきました。どこの車庫長？これ、みつるさんの一応データ取ってもらったやつを、あ、特注に なるのか、はい。あ、特注なんですか？いいやつを、はい。すごいですね。いただきました。はい、へぇー。ご縁があって、はい。なんか、そのアーム系とかナックルとかも変わって、はい、てるんですか？いや、本当はもともと僕も知識ないまま LS を買ってしまったんですけど、はい、普段通りナックル変えたりとかアーム変えたりしようかなって思ってたんですけど、はい、LS ってなんかもうアッパーアーム2つに分かれてたりとか、はあはあ、もうちょっともう僕の知識ではどうにもならなくて。普通の概念じゃないんですね。いや、そうなんです。ちょっと僕じゃ何もできないなっていうので、とりあえずエアサスを今回ドリフトするのもあって、とりあえず車庫長に変えようっていう。まだそこの段階です。あ、なるほど。発展途上って感じ。まだじゃあ買われてそんなに。そうです、買って1年経ってないぐらいですね。と、いうことはもうこれからもっとこう煮詰めていけるっていう感じになるんです ね、 ですね。とりあえず今回の LGR に出る目的で結構ハイスピードで仕上げていただいた周りに、はい、周りに仕上げて感謝、感謝のやつですね。はい、感謝しかないですよねということで次回りますね、はい、でちょっとこちらなんですけど、はい、ちょっと痛々しい。そうですね、ちょっと戦った後はあるんですけど、はい、そうですね、はい、ちょっとだいぶ戦ってるこちらですね、はい、でもおかげでヘッドライトはちょっと綺麗に見えるよ、ね、はい、くり抜けた感じですね。だいぶクリアですね、はい、ちょっと黄ばんでたのがちょうどよくなりました一番クリアになっております、はい、これはもう先ほど走られてて、はい、なられたっていう感じですね。そうです、単独で、はい、やってしまいました。いや、もうでもね、走ってたらもう仕方がないですよね。そうですね、ちょっともうね、これだけはもうどないしようもないですからね。どんだけ上手い人でもやっぱ刺さるときは刺さりますからね。調子乗ったらなるっていうのは身をもって味わいました、はい、でも、もう自走できるっていうのがね。あ、そうです、良かったですね。ギリ何も漏れてないですし。いや、もうそれが一番良かったです、本当に、はい、あ、でね、その話でなんですけど、今日ね、来てるところが多分一番遠いんちゃうかな。どうなのかな。どこから来られてるんでしょうか。今日北海道から。北海道へ。でかい、頭おかしいパターン北海道
距離バグってやつですね。そうですね、はい、距離バグですね、はい、何キロぐらいあるんですかここ。大体でも1600キロぐらいです。1600、はい、あもう本当にそうでした。本当にそうでした。すごいですね。っていうことはもうフェリーで、フェリーで、はい、途中までフェリーで来て、あとは自走で、自走で、はい、あいやすごいですね。そうなんです。それだけもう LGR ミートが盛り上がってるってことですね。いやそうですね、っていうことですね。激アツでした。激アツの LGR ミートですね、はい、で横回りまして、でホイールは一緒で、はい、タイヤですね。後ろのホイールもサイズは一緒なんですか。そうなんです、通しで。あ、通しなんですね。通しでタイヤサイズもオフセットも全部一緒にして、ワイトレだけリアは20ミリにして、あ、なるほど、フロントは15ミリで。後ろも何もされてないんですか。いや、アスメはもう綺麗に切り落としていただいて、はい、で、やっとこのサイズとこのオフセットで。いや、でも全然あれですね、そのもう爪切ってるだけですもんね。そうです。でこれが入ってますもんね。いやすごいね、やっぱセダンってめちゃくちゃかっこいいな、このツラ。後ろ275-3519と、はあ、めちゃくちゃ食いそうなタイヤですねこれ。いやそうなんです、難関でも、AR1 っていうのもあったんですけど、この CRS はあんまり履いてる人もいなくて、めっちゃ、そうですね、あんま見ないですね、食いそうなんでこれにしました。めちゃくちゃ食いそうですね、はい、これこの LS にこのハイグリップっていうのがもうたまらないですね。そうなんです。あと後ろからこうタイヤ幅がやっぱり275ぐらいだと見えるとちょっと迫力あって、はい、そうですね、やばいなこれ、雨やばいな。いけてるそれ。そう後ろ行くんですけど、後ろのこうテールとかっていうのはもう全部純正、ね、はい、もうフル純正で、あもうマフラーとかも、はい、あテールピースだけ一応車外のやつ入れて。なるほどなるほど、はい、このいやスポイラーも買った時からついてたんですけど、おそらく純正のに多分か、普通に車外か純正か分かんないですけど、純正オプションで、オプションみたいな、オプションだと思います。この真っ黒っていうのがやっぱりいかつい、男の憧れ。じゃあちょっと中を次説明させてもらいたいんで、はい、よかったら中に、はい、はい、よいしょ。あ、なんかすごいあれですね。そうですね、コックピットみたいな、すごいなってます、ね、普通の LS じゃないですねこれは。その運転席だけちょっと様子が、まあ、おかしいですね、様子がおかしいようになってます。これシートはどこのシートなんですか。これあのグリッドのエディルブっていうちょっとハイグレードなやつで、そうなんです、質感がめちゃくちゃかっこいいですね、はい、これ。そうです、詳しくは分かんないですけど、高くて質感のいいやつがエディルブらしいです。いやこれめちゃくちゃかっこいい、このフルバケ。そうです、横もカーボンで。ほんまや、そうなんです。4点もかっこいいですね。そうです、4点はこれ HPI さんの、はいはい、今回オートサロンで限定発売とされたやつで、ちょっとなんか 和風な感じ。そうなんです、多分もう海外受け狙って作ったやつだと思うんですけ ど、あんまりこの素材にデジタルプリントみたいなのってなかったんですけど、 HPI さんがこうやったっていうので、すごいですね HPI さんは。いやそうなんです、いいなって思って、これめちゃくちゃおしゃれというか、そう初めて見ましたこれ。いやその多分つけるって人は多分いないと思うんですよね、はい、でもなんか全部黒だったんでちょっと差し色でいいかなって思って。確かに確かに、はい、周りには批判されましたけど僕は、はい、いや自分の車ですからね、はい、はい、いいかなって思って、はいはい、何も言われようやってみました、はい、ありがとうございます。で、ちょっと気になるのがそのサイド、はい、あ、そうですね、はい、こちらですね、はい、めちゃくちゃかっこいいのがついてるんですけど、そうです、今ちょっとロックでかかんないようになってるんですけど、はい、これエンジンルームにもこのコックがついてて、はい、一応コック開放していくとリアブレーキだけこう、キャリパーが1個しかないんですけど、はい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 、リアを一応ブレーキこの油圧だけでかけれるように一応なっております。ALS って電動パーキングでしたっけ。電動パーキングです。電動パーキングをその油圧に変えてるっていう感じなんですか。まあ実際こうフットで前と後ろかかると思うんですけど、はい、それをまずフロントだけに分離させて、はいはい、普通のリアブレーキをこれでいけるようにっていうような。なるほど、はい、なんかすごいですね、もうそのなんて言ったらいい、オートマドリフトならではというか、
その上手い人でも使わなくても大丈夫って言われて、現に上手い人使ってなかったんで。あ、そうなんですか。でもやっぱりこうドリフトできるみたいなのだとか、やっぱ油圧サイド見えてるといいなっていうのと、はい、まあ少なからずこうリアにこうブレーキできたらいいなって。そうですね、できるのできひんやったらできた方がいいですもんね。はい、と思ってきちゃうので、つけさせていただきます。めっちゃかっこいいですこれ。これがもう LGR ミートに間に合わすように。そうです、のやつですね。つけていただいた時にも発注していただいて。めっちゃかっこいいですね。そこのメーターは 何のメーターですか。これが一応この AT でドリフトすると、はいはい、やっぱりこうミッションの ATF とかがやっぱ温度結構高くなってて、あの壊しちゃうっていうのもあったんで、一応 ATF に油温計つないで、あ、一応これで管理できる。はは、はい、こちらのメーターは、こっちが一応タコメーターと水温と油温、はい、あ、油圧が見れるよ。そこで見れるんですね。そうです。水温とかっていうのは上がりやすいんですか。いや、でも今日みたいな天候でそんな暑くなかったんで、はい、そんなでも思ったほどじゃなかったです。あ、100度ちょっと超える、まあ、そんなに多分熱い走りできてないからっていうのもあると思いますけど、思ったよりは上がんなかったです。やっぱりでもレクサスとかって、さっきもちょっと話聞いとったんですけど、なんか強いですね、やっぱ全部がなんか、あ、強いイメージがあります。そうですね、その壊れにくいというか、壊れるのはやっぱり車なんで壊れるんですけど、はい、どちらかというと壊れにくい方、はい、みたいな。やっぱシルビアとかやとすごいやっぱ壊れるところが多いというか、そういうところがやっぱりすごいです。はい、後ろもシートはついてますね。はい、後ろは一応人権がちゃんとあるように。人権車で、はい。エアコンとかも大丈夫ですか。エアコンもバッチリ。あ、よかったです。なかなか北海道やから。はい、はい、大事です。北海道ですからね。市に直結するんで。いや、本当に本当に大事。これまだ、これ一応あのブリッツさんのスロットルコントローラー。あ、スロットルコントローラー。はい、まあ、AT なんでちょっとでもこうレスポンスいい方がいいなっていうので。はいはいはい、全然やっぱ変わりますか。いや、変わりましたね。今日ほぼ使うの今日初めてだったんですけど、スポーツモードマックスにしたらかなりレスポンス良くて、はい、あ、そうなんですね、はい、結構変わるもんなんですね、はい、その電子系は、はい、なんか中で他なんかあります、そのこだわりポイントというか。いや、でも一番はやっぱり油圧サイドとかですかね、はい、そうですね、はい、で、サンルーフがあると。そうですね、サンルーフを、はい、チルトがかっこいいよ、これチルトがかっこいい。チルトしてるだけでドリシャですもんね、もう人権を得ました。これはかっこいい。もうサンルーフ好きなんですよ、僕。サンルーフあるだけでなんか高級感出るというか。いや、そうですね、なんかちょっとありますよね。はい、あります。もうサンルーフはありでずっとこれを探してた。じゃあ続いてはちょっとエンジンルームで、はい、はい、お願いします、はい。エンジンは特に何も、はい、ノーマルですか。はい、ノーマルのまんまです。あ、で一応リミッター解除してあるぐらいで、はい、特に給排、あ、給気も変えてなくて。あ、そうなんですね。ついてるのはもう見ての通りこのタワーバー。これですよね、はい、これってどこのタワーバーになるんですか。これウルトラレーシングさんって言ってアメリカになるのかな。これって LS 専用なんですか。LS 専用であって、あの、ロアとかも全部、あ、そうなんですか。一応出てるものは入れさせてもらって。 LS 専用であるんですね。で、これさっき言ってたそのあれですね。あ、そうですね。一応ブレーキのマスターに繋がってて、一応前と後ろをこう、これで一応ブレーキフルードを遮断できるようにして、後ろだけっていう、後ろだけでこう、はい、わー、すごいな。で、これ先ほど言ってたミツルパワーさんの、はい、あれですね、車庫上の部分ですね、はい、こうやってバネレートとかってどんな感じになってるんですか。バネレートも僕記憶してたんですけど、はい、全部お任せでやっちゃったんでちょっと今思い出せないんですけど、はい、そんなに硬すぎないです。あ、そうなんですね。今日走った感じもなんか全然跳ねるとかもなくて、しなやかな感じ。高速走ってきたんですけどそれでもしなやかで、へー、かといってやばすぎないんで本当に、はははは
乗りやすいっていう言葉につきましたね。あ、ミツルパワーさんの車庫帳をついてる方は全員それ言いますね。っていうことはもうほんま間違いないってことやな。だってなんか批判する人おらへんもんな。なんかノックやちょっと違うわみたいな人おらんくない？聞いたことない。すごい、その車重2トン超えてるんで。そうですよね。それでもなんかこんな、あ、ちゃんと動くんだみたいな、足がちゃんと動いてる感じします。なんかヘルパーとかも入ってるんですか、ね、いや入ってないです。あ、何も入ってないですか。へえ。でここからまだ多分煮詰められるらしいんですけど。なるほど。じゃあ、あとはもう減衰とかでうまいことを調整されてるっていう感じなんですかね。はい、すごいな。すごいわ。あとなんかおすすめのポイントというかこだわりのポイントありますか。こだわりのポイント、いやもう結構出尽くしちゃいましたけど、やっぱり LS で今までつけてた人がいなかった油圧サイドっていうところと、なるだけこう純正を生かした上でスポーティーさを出すっていうので、いやこれもかっこいいですね。今後その煮詰まっていった時のやつをまた見たいな。そう、ね、また見させてもらいたい。来年のはい、来年は綺麗な状態でバッチリバッチリ走れるように、はい、いや楽しい。ちょっと最後の、はい、あのちょっといつも僕バッテリーを見させてもらってるんですよ、はい、もう全く何もないんですけど、はい、ちょっといいですか。はい、すいません。やばいわ、これ今世紀最大の数値や。 125D31L 聞いたことない30番台これめちゃくちゃでかいよバッテリーだけでほんまにタイヤ1本買えますね。めっちゃ高いです。めっちゃ高いですよね。31やで、これはでかいで。一番コストかかってるかもしれない。そうですよね、これ、はい、125D の31やからな。シルビア6個分ぐらいじゃん。いやこれはでかい。ありがとうございます。ちょっとということで、ちょっと雨が強くなってきたんで、ちょっとそろそろちょっと次の次回の LGR で、はい、ちょっと綺麗なまた生まれ変わった LS を見れるのを楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ今日はあの店長さんありがとうございます。ありがとうございました。北海道まで気をつけて帰ります。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや今日は LS のもうこの黒塗りのセダンですね。はい、はい、あの紹介させていただきましたんで、最後のちょっと締めくくりのいつものあれで締めくくりだと思いますんで、はい、よろしくお願いします。それでは行きます。はい、LS 最高。